藤浪晋太郎、2者連続三振から突如の暗転に失点、痛恨の3連打を浴びる。アスレチックスの藤浪晋太郎投手が16日日本時間17日、本拠地でのダイヤモンドバックス戦で、7回に登板した。先頭から2者連続で三振を奪って圧倒するも、そこから突如の暗転。3連打を浴びて2失点を喫した。2点ビハインドの7回にマウンドへ。先頭を96マイル約 154.5キロの速球で空振り三振に仕留めると、続く打者も内角高めの剛球で空振り三振に。自慢の剛速球がうなりを上げたが、西から左翼線に二塁打。そこから一気に雲行きが怪しくなり、2者連続でタイムリーを浴びて2失点を喫した。最速 98.3 マイル約 158.1キロを記録しながら、立て続けに2打を浴びた。前回12日同13日のレンジャーズ戦では延長10回に引き消しを果たし、その裏チームがサヨナラ勝ち。登板11試合目にして待望のメジャー初勝利を手にしていたが、2試合連続での好投とはいかなかった。タイムリー打たれましたよ。息をするように失点すな。また始まった。結局いつもの藤浪やん。もしかして野球のルールが1イニング2アウトだったら無双できる？コントロールばかりが欠点として挙げられるけど、普通に球威も通用してないようなフィールディングは小学生レベルだし、よくもまあ、こんな奴が一瞬とはいえプロで通用してたな。怪我人出てないから神。コントロールというよりかは球の質だと思う。藤浪は球速はあるけど回転数は平均以下だからメジャーだと空振りはなかなか取れない。最初は良いのだが、突然別人になるのはなぜなのだろうか。本当にもったいないと感じる。いくら速くて強い球投げられてもコントロール良くなければ打たれるってこと？何にも変わってない。三振、三振、ヒット、ヒット、ヒット、相変わらずはっきりしてます。藤浪の球速よりもニュースにすんの早すぎやろ。藤浪さんは期待を裏切らないな。いや、藤浪さんは7回に失点だったよ。疑うなら確認してみなよ。アスレチックスの防御率が7点台から良くなる日はいつなのか。しかも相手は勢いのあるアリゾナやアンチよ。怖いか。あかん。藤浪が火炎放射しても勝つ勝利の女神になってしまう。やたら叩かれてるけど敗戦処理としては普通に有能でしょ。おかえり藤浪。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。